スイングアームオートバイのリアサスペンションは車体を構成する要素の一つで、車軸を支持しながら路面の凹凸を吸収して振動を抑制したイヤの設置を適切に保つための構造である。初期のオートバイは自転車にエンジンをつけただけの形態で前後輪ともにサスペンションを持たない車体構造であった。やがてエンジン性能の向上に伴い安全でより早く走行するために はじめは前輪にサスペンションが組み込まれ、やや遅れて後輪にも組み込まれて、現在に至っている。現在の典型的なオートバイは、リアサスペンションにスイングアームを持つ。フロントサスペンションは、第一次世界大戦前までには普遍的に採用されたが、リアサスペンションを持たない車種は多く、代わりにサドルにバネが付けられていたものが多かった。こうした車両の構造は、 リジットフレームと呼ばれている。現在ではほとんどの車種でスイングアーム式が採用されていて、スクーターにはユニットスイング式が用いられる例が多い。リジットフレーム構造は現在でも改造車として製作する業者がある。日本では改造車を輸入して登録することはできるが、登録済みの車両をリジットフレーム構造に改造することは保安基準に適合しない。 現在のオートバイでリアサスペンションに使用されるスプリングとダンパーはほとんどの場合でダンパーの外側にコイルスプリングをかぶせて一体化されたコイルオーバーユニットが採用されている。スイングアーム式はトレーディングアームサスペンションの一種であり、車体フレームに回転可能に指示されたスイングアームの後端に車軸が指示される。車軸の左右両方を指示するものと、 片側だけを支持するものがある。車体フレームと同様に、部品コストを重視する車種では、交換で作られ、バネ下重量の軽さを重視する車種ではアルミニウム、押し出し成経済で作られる。フレームに支持される軸には、強い荷重がかかるため、樹脂ブッシュを介して、フレームへの強い衝撃を防止したり、ローラーベアリングで回転をスムーズにしたりといった、工夫がされていることが多い。 スイングアームには駆動伝達装置や制動装置の部品が固定される場合が多い。車種によってはタンデムステップやサイドスタンドが取り付けられる。車軸の左右両方を支持するスイングアームはスイングフォークとも呼ばれ、ピボットシャフトやその近辺で左右がつながった二股のフォーク状のアームの間に後輪が支持される。工術の型持ち式と対比して、 両持ち式と呼ぶ場合がある。車軸の片側だけを指示するスイングアームは、片持ちスイングアームとも呼ばれ、後輪の交換は容易なものとなるが、リアサスペンションのバネ下重量は増加する。これは、両持ち式スイングアームと同じ合成を確保するために、より多くの材料を追加する必要があることによる。片持ち式スイングアームの作用例として、 ホンダ VFR800 や BMW R シリーズ、K シリーズ、耐久レースへの参戦を意図して設計された、ドゥカティ916などが挙げられる。ドゥカティ1098は、純粋にスタイリング上の理由から、型持ち式が採用されている。メガボルトアグスタカイ4シリーズは、マグネシウム合金製の中空断面スイングアームを採用して、バネした重量の欠点を補っている。 多くのスイングアームには、ピボット部分にグリースを注入するためのグリースニップルが用意されており、定期的な注油を行う必要がある。ピボットシャフトに組み込まれた樹脂、ブッシュの硬化や、ニードルベアリングの摩耗が発生して、サスペンション性能が低下する場合もあるため、ピボットシャフトの分解整備が必要となる場合もある。スイングアーム式サスペンションでは、 バネした重量の軽減のために軽量な材質のものに交換する場合やピボット部やリンケージにベアリングを内蔵したものに交換する場合タイヤ幅を太くするために左右の幅が広いものに交換する場合があるドラッグレースやヒルクライム競技では前輪の浮き上がりを抑えるために標準装備されるスイングアームよりも長いものに交換してホイールベースを延長する場合がある 長いスイングアームをロングスイングアームと呼び、日本では略してロンスイとも呼ばれる。スカチューンと呼ばれる外観重視の改造でも用いられる場合がある。スイングアームに対するスプリングとダンパーの配置によりいくつかの方式に分類できる。ツインショック式スイングフォークの例、ヤマハ DT-1980 年式、ホンダ XR200。 オフロードバイクにツインショックが採用された終末期の車種で DT-1 と比べると大きく前傾したショックアブソーバーが特徴である。車軸を左右で支えるスイングアームの両側に、車体フレームとの間に2本のコイルオーバーユニットを配置した古くから用いられている方式である。構造が簡単で製造コストや整備コストが低く、実用車やミニバイクでは 今でも採用する例がある。あるいは伝統的な外観でデザインされたオートバイにも採用され、ヤマハイス R やホンダ CB1300 スーパーフォアなどで見ることができる。オフロード向けの車種ではホイールトラベルを長くするためにコイルオーバーユニットのスイングアームに固定される側は車軸に近い位置に、車体フレームに固定される側はスイングアームのピボットに近い位置に配置された。 引っ張り式感知レバーの代表例、ビュー LS-1 ホワイトライトニング圧縮式感知レバーの例、ヤマハ DT125D。感知レバー式スイングアームは、側面から見ると L 字型、または三角形の構造を持ち、ピボット軸付近の車体フレームに、スプリングとダンパーを水平に近く寝かせて配置した、方式である。一組、または二組のコイルオーバーユニットが用いられるほか、 スプリングとダンパーが分離して配置されたものもあった。この方式には、ピボットの髪型に圧縮系のコイルオーバーユニットを配置する例と、ピボットの下方に引っ張り型のコイルオーバーユニットを配置する例がある。ツインショックと比較すると、ホイールトラベルを大きく取ることができ、コイルオーバーユニットを、車体の重心近くに配置して、ピッチングや用に対する完成モーメントを、 小さくすることができる。また、車体下部に配置するものは、車体の重心を低くすることもできる。モノショック式スイングフォークの例、ヤマハ DT200R。市販車への採用は日本では1977年のヤマハ DT シリーズが初である。ドゥカティムルティストラーダのモノショック、オーリンズ製モノショック式は、圧縮系の一本のコイルオーバーユニットを、 車体の中央のエンジン後部に垂直に近く立てて配置し、リンクを介してスイングアームのピボット付近を支持する構造である。リンクがダンパーユニットよりも上型にある形式をトップリンク式、下方にある形式をボトムリンク式と呼ぶ。ツインショックと比較するとホイールトラベルを大きく取ることができ、ダンパーユニットを車体の重心近くに配置して、 ピッチングや用に対する完成モーメントを小さくすることができる。また、車体下部に配置するものは、車体の重心を低くすることもできる。リンクの長さや角度の設計により、ホイールトラベルに対するスプリング荷重の変化が、非線形的なサスペンション特性を持たせることができる。典型的にはストロークが小さい領域では柔らかく、 ストロークの増加に伴って固く底付きしない特性が与えられる。また、ツインショックと異なり左右のショックアブソーバーを同調する必要がなく調整が容易となる。1970年代から1980年代にかけてオートバイのリアサスペンションの設計とパフォーマンスの進歩の結果、後輪の上下量が増大した。 リアサスペンションの性能向上に焦点が注がれた。この期間以前は、ほとんどのオフロードバイクは、おおむね3.5から4インチ程度のホイールトラベルしか持っていなかった。この時期以後のオートバイは、ほとんどが約12インチのホイールトラベルを有するようになった。この期間の終わりまでに普遍的に使用されるようになったのは、それまでのツインショックに代わり1本のショックアブソーバーを、 使用して構成されるリアサスペンションであった。ホンダはモノショックをプロリンクサスペンションと呼称し、川崎はユニトラック、ヤマハはモノクロス、スズキはフリフローターとそれぞれ呼称している。ヴィンテージモトクロスレースはある程度以前の年代のモトクロスバイクで開催される。このようなカテゴリーではより性能に優れるモノショック車がレースの支配的な地位を占めないように、 互いに直接的な競合を防ぐ目的で、モノショックとツインショックで別々の競技が開催される。平行リンク式は、スイングアームに平行したリンクロットを追加して、ブレーキ装置と車体フレームを連結した方式である。従来のスイングアーム式では、リアブレーキの作動による、ハントルクによって、スクワットとも呼ばれるサスペンションの沈み込みが発生し、極端な場合は、 後輪の設置面圧が不安定に変動して、ブレーキがロックしやすくなる。追加されるリンクロットは、トルクロットとも呼ばれ、ブレーキ装置に発生する反トルクによる沈み込みを打ち消すように働く。平行リンク式のうち、駆動伝達にシャフトドライブを採用した車種では、パラレログラムやパラレバー、カークなどと呼ばれる。シャフトドライブでは、加減速の際にベベルギアに伝達する。 駆動力のハントルクによりリアサスペンションが上下する挙動を示すが、平行リンク式はブレーキ装置だけでなく、ベベルギアにかかるハントルクも打ち消す働きをする構造である。パラレログラムを採用するマグニー、アルトロ平行リンク式サスペンションをシャフトドライブに採用した最初の事例であるパラレログラムサスペンションはメガボルト、アグスタのカスタムビルダーでもあった。 イタリアのマーニによって開発され、1985年に同社のマーニルマンに搭載された。この2本のリンクロットが平行四辺型を描くように見えることから、同社はパラレログラムと命名した。同様のシステムは、その後他社でも開発が行われている。BMW R1200RT のパラレバー。 リアサスペンションパラレバーリアサスペンションを採用した R1200GS パラレバーは平行リンク式シャフトドライブの BMW における名称である。パラレバーはシャフトドライブの構成全体とスイングアームを兼ねた構造である。ベベルギアのギアケースはドライブシャフトケースから分離してリンクアームでトランスミッションと連結しベベルギアケースが 車体フレームと平行を保ちながらスイングする。ブレーキ装置はベベルディアケースに固定されている。パラレバーは1988年の BMW R80GS と R100GS から採用された。モトグッズの CAA RC モトグッズはコンパクトリアクティブドライブシャフトという商標で2005年から採用している。主な相違点は スイングアームとベベルギアケースを分離して可動構造とするのではなくドライブシャフトが中空の型持ちスイングアームの内部に収められた不動構造となっている点である。アッパーアームはパラレバーのように車軸の位置決めを分担する存在ではなくブレーキ装置からのントルクを受けるだけである。川崎重工業の川崎 1400GT-R では 超高速域での合成工場を重視して、パラレバーをベースに、両持ちのスイングフォーク形状とした、テトラレバーが採用された。リーフバネ式は、後輪車軸の上下にリーフスプリングを配置して、スプリング自身が、リアアームとして、軸の位置決めを兼ねる構造である。スプリングの一端が、車体に固定され、多端が、車軸の上下によってたわむ、感知レバー構造である。 リーフスプリングの板間摩擦によって減衰力が発生するためダンパーは省略される。アメリカのインディアンから1913年に発売された車種に採用された。1953年式 BMW R51-3 のプランジャサスペンションプランジャ式は後輪付近に立てて配置された円筒に沿って上下にスライドするスライダーが車軸を支えている。 スライダーの上下は円筒内部に組み込まれたコイルスプリングで保持され、円筒は車体フレームの後端部に固定される。車軸は垂直にストロークするのでドライブスプロケットとの距離の変化が大きく、ドライブチェーンの耐久性に影響を及ぼす。そのため、ストロークを大きくできない欠点を持つ。1913年に EN、ポープマニファクチャリングカンパニーから発売された車種や、 アドラー、アリエル、BMW、ビッサ、インディアン、MZ も、トラット、ノートン、チェンダップなどに採用された。ハブクッション式は、サスペンションユニットを後輪ハブ内に収めた構造である。車体フレームは、リジットフレームが車軸を支持するのと同様に、スライダーと呼ばれる部品を固定支持する。スライダーは、ドライブチェーンの軸間距離に相当する半径を持つ。 円弧形状でハブに内蔵された円弧状のスライダーガイドを上下に溶動する。ハブはスライダーの上下に配置されたコイルバネで支えられて路面の凹凸を吸収する。プランジャ式と異なりドライブチェーンへの負担は少なくなるがハブの内側という限られたスペースに収められるためストロークは大きくない。スクーターのユニットスイングの内部構造ユニットスイング式は エンジンとトランスミッション、後輪軸受けを一体としたユニットが全部を車体フレームに支持され、スイングアームのように動作する構造で、スクーターに広く採用されている。ユニットの中央付近で車体フレームに支持される方式も採用された例があり、座席の下方に配置されたピボット部に対して、エンジンが前方に配置されていて、エンジンと車輪が互いに、 カウンターバランスのように上下に誘動することからカウンターバランス式と呼ばれる。カウンターバランス式はエンジンを露出させるデザインとするために採用された。エンジンと駆動伝達系をコンパクトにまとめることができる。後輪の上下動によってチェーンやベルトの張りが変化しないため駆動系統の耐久性を確保しやすい。一方、エンジンや トランスミッションなどの重量の一部も真似した重量となる欠点を持つ。また、フレームのスペースによっては、ホイールトラベルが制限されたり、大きくて重い多気筒エンジンを搭載することが難しい。ありがとうございます。